はい、わだつー。お、ごましおさん、お疲れ。今日はですね、2019年の3月の19日、15時52分です。よろしくお願いします。通常枠です。もうさっき、狐枠やってたんだけど、なんか思ったのが、さっき話したこと本音でさ、なんか、花火上がって、で囲われてる放送の方が良くないかっていう話をずっとしてたんですよ。閲覧が200人300人あって食うか食わないかっていう生活をするよりも、なんかなんだろう、2、30人に囲まれて100万稼いだ方が良くないみたいな。絶対そいつらの方が勝ち組だと思うんだよね。だから結局なんだろう、花火師さんがいる放送の方がいいんじゃねえか問題だよね。なんかそんなことを考えてました。はい、ワード2。まあ多分ひがみなんだろうな、あいつらんな。その楽して稼いでるずるいの精神なんだろうね、多分ね。なんとなくそこは見えてきたかな。放送する側も大変だと思う。いや、別にそんな大変ではないよ。なんか別にリスナーと同じぐらいの労力だとは思ってるかな、正直。だから規模がでかくなれば大変なんだろうけど。なんか効率よく稼げてるやつの方が俺は強いと思ってて。なんて言えばいいんだろう。閲覧が増えれば増えるほど配信者の仕事量は増えていくわけじゃん。だけど、閲覧が減れば減るほど配信者の仕事量が減って稼げる率が上がるんだったら効率がいいっていう判断をするんだよね。無言放送でも全然成り立つと思うよ。意外とそんなに喋ってないよ、配信者って。特にここ最近の配信者はそういう風に感じるけど。はい、ワード2。喋ってなくても生理、金杯さんとか全然喋ってないもんね。酒飲んでるだけだもんな。
はい、ワトツ、人魚姫いらっしゃい。なんか女の子撮りてえな。女の子撮りてえ。なんで女の子って可愛いんだろうね。女に生まれたかったな。ブスだと生きづらい。そうなのかな？そうかな？俺、女に生まれたかったもん。ブスだと生きづらいのかな？そうなのかな？どうなんだろう。あんまりそう感じないけどな。女の子の方が人生楽しそうな気がするけど。なんか感覚で生きてるじゃん、女の人って。すげえ羨ましいよね。なんか感覚で生きてる人が好きだから、理屈で生きてる人よりも感覚で生きてる人の方がかっこよくない？なんかシンプルだし、そっちの方がなんか好きだね。理屈で生きてる人はめんどくさいっていうイメージがある。ほら、感覚って嘘つかないじゃん。いいものは良くて悪いものは悪いじゃん。感覚はいいよ。子供とかの頃って感覚で生きてると思うの。
子供って、要はなんか植え付けられてないから、子供とか動物っていいよね。嫌い好きだけだからね。かっこいい、かっこ悪い。なんかそこに理由とかっていらないよね。そう、やりたいことだけやるっていう すげえシンプル。すげえシンプル。写真撮りてえな。なんかもう3日ぐらいスタジオにこもって写真ひたすら撮りたい女の子。ずーっとなんか一人の被写体追っかけてみたいな、3日間ぐらい。配信もつながないで。ひたすら写真撮ってなんかもう、覚醒したいね。もう嫌だっていうぐらい写真撮りたい。どっかにいいモデル転がってねえかな。写真撮られるのが好きで可愛い子いないかな、どっかに。素人、なんかプロとか素人とかあんまりこだわりはないかもしれない。あんまりそこにはこだわりないかな。なんかただ2人で没頭したいっていう感じなんだよね。なんかその撮られるのが好きなことを撮るのが好きなやつが、ただひたすら部屋にこもってパシャ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 ずっとやってて、なんかそういうのをやりたいかな。なんかその限られた時間の中で何かをやるっていうのがすごく嫌いで、本当に好きな人いればいい。別にお互いが恋愛関係なくて全然よくて、そうじゃなくて写真が好きだとかアート制作をするのがっていう信頼関係があればそれでいいと思うんだよ、2人がね。でどういう作品作ろうよって2人がなってたら成立すると思うんだよね。いや楽しいと思うよ、普通に。いろんな撮り方、いろんな写真撮って、で次はこうしよう、次はああしようって言って、絶対楽しいよね。パートナーが欲しいな、なんか何人か。
撮りたいな。でなんかやっぱりツイッターとか見ててポートレートってもう 95% 女の子なんだよね。男の写真がほとんど出てこないの。そこも不思議だったね。それだけやってたいもんな。こもりたい。なんかことに没頭できるのは一番幸せな時間だよ。むしろそれをやるために生まれてきたんでしょう。好きなことに没頭してること以外の時間ってなくない？最高の時間でしょう。それをするために生まれてきたんだよ。あ、ごめん、うちフォロワー限定放送だよ。言い忘れたけど。フォローする気ある？なかったらブロックするから。了解。綺麗な人撮りたいな。写真の背景ブラックにするのってどうやってやるんだろう。
こんにちは。なんか女の子と遊びてえな。こんにちは。いらっしゃい。
どういうこと？日本語がわかんねえ。日本語がわからない。ふわっちで放送して今までに花火師はいたのかなっていきなり言われてわかる。で、わかんない。何を言ってんのか、ごめん。ちゃんと伝えよう。何を言ってんのか全然意味がわかんない。主語がなさすぎるんだって。すごいよね、説明をして余計分かんなくなるってすごい才能だよね。 バカありがとう。今までの花火師さんはどうなったのかな？今までの花火師さんはどうなったのか？知らない。なんで俺に聞くの、それを。だって俺誰がいつどこで何やってるかなんか全く知らないよ。なんで知ってると思ったの、俺が。知らないよ。だって会ったことない人だもん。なんで知ってると思ったの、逆に。知らん。うわー、超いいこれ。うわー、超かっけえなこれ。これすげえな。
また一日がくだらない一日が終わってしまったな。
あ、バイト面接落ちた。まあ次だね。次。全然落ち込まなくていいよ。でも嫌だよね。なんか、わかる。やる気があるときになんか認められなかったらへこむよね。あ、でも落ち込まないでね。負けないで。マジで言ってんの？ああ、いいよ。じゃあ、いいよ、そんな生活してんのかよ。いいよ、投げられる時でアイテム。いい、飯食え。大丈夫だ。金持ちが囲ってくれてるから。金持ちが俺にアイテムくれるから大丈夫だから。マジかよ。いや、ありがとうとかじゃなくて、自分の生活最優先でしょ。何しとんじゃん、お前は。おはようございます。おはようございます。
やりたかったことも全部やられてるな。はい、元気です。まあまあまあ腐らないで大丈夫、絶対自分に合ってる生き方が来るから大丈夫だよ、腐らないで。ワド監督のことを、ワド監督のことをフォローしないとブロックされる。あーごめんごめん、テンションアンチしてないのにブロックされました。フォローしてなかったんじゃないの、フォローしてなかったんじゃないのかな、違うの。はい、こんにちは。いや、フォローしてなかったらブロックするよと俺ずっと言ってるよ。別に今見れてるから、本当に好きだったら見るし、本当に好きだったら応援するよ。いいんじゃない。あー不採用だった。次行こう。もう意味が分かんねえな、すげえな。清掃系のバイトできないんだ。やりたいことやるのが一番いいよ。やりたいことやればいいんだ。あ、このツイッターチェックしとこう。すげえ。
あ、そうなんだ。ビルメンテなんだ。ホンディンコインありがとう。天使ちゃんさ、逆に質問していい？俺質問に答えたから、天使ちゃん質問に答えてくれる？2つ質問があるんだけど、天使ちゃん見てる？今天使ちゃん2つ質問があるんだけど、2つ答えてくんない？俺も答えたじゃん。いないかな、もう。天使ちゃん聞いてる？天使ちゃん、天使ちゃん聞いてる？おーい、おーい、天使ちゃん聞いてる？おーい、なんで答えてくんないんだろう。言いたいことは言うけど、お前の質問なんて聞かねえってこと？
うん、2つ質問に答えてくれる？2つ質問に。1個目の質問ね。俺の放送を見てからどれくらい経つ？俺の放送を見てからどれくらい経つ？期間は。まあでもこれもうやり合ってもしょうがないんだよな。なんかどん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 喋る気が失せていくよ。なんかうまい方法ないかな。半年ぐらいちょこちょこ見てたと。で、半年ぐらいちょこちょこ、2つ目の質問ね。フォローしてねっていう言葉って聞いたことない？俺がフォローしてってみんなに呼びかけてるの一回も聞いたことない？その半年間で。それが2つ目の質問。お疲れ。ないんだ。
ああそう。お前二度と来なくていいわ。ブロックです。結局クレーム言う、クレームよく言えるなって思うの。ちょくちょく10分ぐらいしか見ないやつでよくブロックされたんですけど何ですかって、よくそれクレーム言えるよなっていう。二度と来なくていいわ。いや本当よくそれでクレーム出せるなっていう神経がわからないわ。神経がわかんない。ブロックした。誰よってどういうことよ。今の話聞いてて今の話聞いててなんで誰をになるんだよ。もう何が誰をなの。今5分話聞いてたら絶対わかるでしょ。それは離席してた方が悪いんでしょ。それさ、お前さ、フェス見に行ってさ、自分がトイレに行ってる間に自分の好きな曲が流れて、もう一回やってくれって言ってんのと一緒だよ、それ。スリップノットに、あ、おしっこトイレって言って、トイレ行って、あ、ごめん、今の曲好きな曲だからもう一回やってくださいって。バカだろ。するかボケって話でしょ。意味がわからないよ。いやっていうかさ、技術ってすごいな。なんかもう恐ろしいと思ってて、今こんなことになってるんだな。最近勉強しなかったけど、これやばくない？これずっと見てるんだけど、もう震えるんだけど。写真をさ引き伸ばすとさ、人物も間延びしてたじゃん。
だけど人物が伸びないで背景が伸びるの。これさ、もう意味が分かんないじゃん。これもコーラの缶手に持ってるじゃん。で、横に引き伸ばすとコーラがでかくなってたじゃん、今まで。こんなのがワンクリックでできんだな、今。ほら。怖くない？これもう写真なのかっていうさ、そう、ずっと勉強してるんだけど、さっきから。もうなんか、怖いの、さっきから見てて。そう、ワンクリックで全部できちゃってて。例えばこれとかもさ、人が崖に乗ってるのとラクダの写真があるじゃん。これすごいよ、これ。いやもうね、なんかね、怖い。もうこれ、人をこうやってクリックするんじゃん。カーソル合わせるじゃん。で、そうすると勝手にもう読み込んで、ここの部分切り取る、ここまでわかるんだよ。で、もうコンピューターで自動生成で、ほら、人物に今カーソルが合わさって、人物を切り取るんだよ、今度。恐ろしいよな、これ。ほら、消えたでしょ、今。しかも人物消えてんのに背景違和感ないの。怖いよな。だからさ、もう写真が通用しないんだよね、その写真として。でもラクダ切り取れてるじゃん。こんな簡単にできちゃうんだっていう。で、ラクダ切り取れたでしょ。で、こっからすごいんだけど、で、今度ラクダ拡大縮小でラクダサイズ合わせるでしょ。でもここまで違和感あるじゃん。ここまで俺できるんだよ。で、この先がすごくて、で、ほら、色が合うの。背景と合わせると、ほらやばいよね。ほら、もう違和感ないじゃん。で、今度これがすごかったんだけど、そのパペットワープ、これ、もうコンピューターがそのどこ、これこれこれ、やばくない？嘘でしょって思ったんだけど、やばいよね。で、今度雪降らせるとかさ、ほら、もう引くレベルなんだけど。いや、嘘だろっていうレベルずっと見てて、さっきからずっと引きっぱなしなんだよね。そのもうこれは写真嫌に、これもすごかった。これはもうだいぶ前から、ほら、ロゴ作るじゃん。で、写真が立体こんなこともできるんだって、やばくない？だから好きな街の写真を撮って街の看板とか全部消したりとかできるの。やばいよね。ロゴ作るのはできるじゃん。それがもう 3D でできるんだよね。これ Adobe Photoshop っていうソフトだね。で、ここがその四角ですよってなると、もう勝手に 3D で読み込んで、もうこのレベルになってるらしいよ。こっからここまでってやるとこうなるじゃん。もうなんか嫌になるよね。うん、えぐいよね。すげえよな。今ね、購入っていう概念がない。今何が本当かじゃない、もう現実より綺麗な世界が作れちゃうんだって。現実より綺麗な世界が作れちゃうの。何があるかな。もうずっと見てるんだけど、いろんなのがあって面白いよ。これは何だろう、なんか面白そうなのあるかな。これがコンテンツ、
これがさっき言ったやつだね。こうやって間延びしてたな、昔だったら。これがなくなるの。ほら。意味がわかんないでしょ背景だけ伸びてるのよ。これどういうことっていう。無料では使えないですよ。人物が伸びないんだよ。背景だけ伸びるの。ほら。意味が分かんなくない？こんなんどうしろっつんだよな。看板増えちゃったよ。看板の位置変えちゃったよ。あー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 あああ嘘でしょ。ほら、人物変わってないじゃん。手が伸びたと。どうするか。すげえよな。人物だけを大きくすることなんか余裕でできるよ。それはできるよ。ただ何がすごいかっていうと、もう AI が導入されてて、今まで手作業でやって職人が何十時間とか何百時間かけてやってたのが AI が勝手にやってんの。ワンクリックでこれできちゃうっていうのが、俺がなんかそのフォトショップイラストレーション使ってたのが何年前だろう、何年前かな、もうね、引くぐらいのレベルなんだよ本当に。ほら人物消えたでしょ。すごいよね。だからもう職人技だった技が全部なんつうの、 AI がやっちゃうようになって、これ仕事奪うでしょこれ。ちょっとトイレ行ってくる。もうだからね、写真とは何なのかっていう話になってきてるんだよね。すげえな。しかもこれをツイッターで無料で教えてるっていうのがすごくない？無料でこの人バンバンネタバラしてるからね。意味がわかんねえよな。すげえな。こうやってやったら誰でもできますよって教えちゃってんだもんね。これってさ、もうさ、写真すごいよね。あー、できちゃった。しかももうこの人はイラスト、これ写真なんだよ。これ写真なの。だから、しかもこの人、あの AI に自動認識させてアニメーション作れるっていうテストをずっとやってるのね。だから街中歩くだけでアニメ作れるっていう。スマホだよ、しかもパソコンじゃなくてスマホでやってて。これとか
スマホのカメラでアニメ作っちゃうっていうのをソフトでやってんだよね。すごいよね。で、そこに色のせるテストとかもやってて。どれだっけ。これ。すごくない？画家すらやらなくなるっていう。すごいよね。これが全自動でこれができちゃうんだもんね。なんか可愛い女の子の写真パシャって撮って、こうなるからね。で、その線のタッチとかも変えられるから、何が何だか分かんねえな。これがそのアニメかな、スマホで撮った。だから動画をアニメーションにしちゃうっていう。これがやりたかったの俺。これ実は放送で何回かやったんだけど、俺は AI 使ってるんじゃなくて人為的にやったんだけど、ちょっとノイズが乗っかっちゃってるけど、これ進めていったらもうすごいことになるだろうね。テスト何回も重ねてるもんね。すごいよな。意味がわかんねえよな。どうなってんだこれ本当に。AI 怖っ。これなんだ。わ、人を消すやつだ。嘘でしょ。嘘でしょ。やば。何でもありじゃん、もう。だから黒巻き合成すら必要なくなってくるんだろうな、多分。もうグリーンバックで撮らなくてもいいの。ポーズも変えられるんだ、勝手に。えぐいよな。笑顔も作れんの？うわ、怖い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 。目も変えられんの？目の大きさ？わわ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 。マジか。目の幅、目の傾き。マジか。マジか。こんな簡単にできるんだ今。何これ、やば。もうレタッチとかじゃないもんね。これが元の絵で。やば、何でもありじゃん、もう。なんだこれ。
ちゃくちゃだよな、もう。スマホでこれができちゃうんだもんな。すげえ。すげえ。どう変えてんだ。もうさ、これさ、写真の構図を撮る、その構図をさやる必要あるのってならない。その煽りで撮ってるわけじゃん、下から。それを向きも変えられちゃうんでしょ、後で。たまったもんじゃないよね、もう。なんだそれって話でしょ。うわうわ、真正面になった。えぐくない？ほら、痛い意味がわからないじゃん。で、コンピューターで勝手にやるんでしょ？勝手に想像するんでしょ？で、勝手に付け加えてくれるんでしょ？なんだそれ。いや、なんでも、ほら、もう俺この時点で引くの。これはさ、カメラマンが下から煽って撮ったから、この画角なわけじゃん。これをさ、コンピューターでさ、真正面の絵に変えて、やばくない？何それ。それもうさ、ダメでしょ、これは。でちょっと傾けようとかもできちゃうんでしょ。なんだそれ。なんかレタッチありきなんでしょ、もう。っていうか、これをレタッチと呼ぶのかっていう話だよね。これはレタッチなのかっていう。もう造形の域じゃん。造形というか、なんか絵に近い感覚。なんか写真を素材、絵の具にして、なんか絵を作ってる感覚だよね。なんだこれ。ほら、ついなかった、世の中に存在しなかったものができちゃってるんだよ、もう。そうそうそう、すごいよね。ほら、でこのアートいいじゃんって写真引っ張ってきて、この落書きいいじゃん。なんだそれ。で追加すんでしょ、多分。どういうこと？うわ、え？お前いらないっつって、モデルいらないって言って、モデルをこの世の中から消すんでしょ？意味がわかんねえよな。で今度この二人いいじゃんって写真と色合い光整えるわっつってね。ほら、いや、写真とは何なのかって話になってくるよね。そもそも写真とは何なのかって。これは何だ、スターウォーズっぽいな。なんか、うん、え、消えた早いえ、早くないか
これ見てみようか。あ、人物の消し方か。なんでこんなことができるんだろうね。なんかどう、なんか天才がいるんだろうな、世の中にはな。どういうこと？意味がわかんねえよな。これ開発したやつがすごいよね。え？崖も消すの？ちょっと待って。崖も消すの？嘘でしょ？え、崖があった部分はこれ、コンピューターが作った想像ってことでしょ、これ。どういうこと？人物でも引いてるのに崖が消えて、このここら辺の部分全部想像で、 AI の想像で作ってるってことでしょ。え、どういうこと、どういうこと、わけわかんないんだけども。もうマトリックスの世界じゃん。どういうこと？修正っていう言えるのかなって思うよね、ここまで来ると。これは修正なのか問題が出てくるよね。修正なの？でもさ、これってさ、もう学校の先生ができるレベルじゃん、本来だったら。本来専門学校とかに行ってこれを教わってたのに、これをタダで見れるっていうのも怖いじゃん。あ、全然タダで教えるよって言っちゃう人がいるんだよ。これ金取れるさ、話。うわ、うん、いや俺だからこれ完コピできるよ、すぐできるよ。うわ引くわ。このパターンいいじゃん。でパターンで模様描いてるよ。うわ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 、嘘でしょ。マンダラみたいなのできちゃうよ。もうわけわかんねえな。ああ、引くわ。ああ、もう何なの。もうだからさ、これってさ、写真とかやってる人とかイラストレーターとかもやめろやって。ほら、服とかはまあこれはできるんだけど、服の色合いだけ変えるとかは。すげえな。だからこの技術が昔ね、何ヶ月もかかった技術がもうワンクリックでできちゃうっていうのが。でもさ、これネットの怖さでもあるんだけど、どん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 自分たちの首絞めていくわけじゃん、専門職の人が。だから このパターンできちゃいますよっていうね。自分で自分の首絞めるような感じだもんね。さすがにこれは厳しいのか。ちょっとこれは無理があるね。これはなんだ、湖消すんかい、山も消すんかい山も消せるんかい面白いな。山いらねって、あの雲だから、黒澤明のあの山どかしてがリアルなんだよね。もうあの山いらない、どかしてがネタじゃ。うわできちゃったよ。はい、山どかしますってできるんだよ。わかりましたっつって、湖いらない、 OK ですって、湖消しますって、
山どうします？そう。行くわ。ビッグデータってすごいね。これがだからさっきの T シャツの色変えるってやつか。無地難解っていうね。あ、これはできるじゃん、レタッチ。要は肌のさ、この人をこうするっていうのはこの前やったじゃん。これはわかるんで、今持ってる技術なんだよ。そのほくろ、シミとかを飛ばすっていうのはできるんだけど、俺もこれやってみようかな。山どかしてみようかな。写真をいっぱい撮るんだ。で、AI に認識させるんだ。統計。はあはあはあ、なるほど。タイムラプスみたいに撮って、もう要は隙間を縫っていくのか。中央値口径分散、ほう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 、なるほど。タイムラプス撮って、わあ、消えた人物が。はあ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 、人を消して、うわ、いない。うわ、すげえ。誰もいない渋谷とかの交差点とか撮れるじゃん。スクランブル交差点で誰もいない昼間のとか撮れるんだ。ああ、わかんねえわ。えぐいな。自転車も？ 自転車もいらないってできんの？あ、ダメだ。なんか、もう、恐ろしい。なんか、怖い。なんか、怖いよ、もう、おじさん。テクノロジーが怖いよ。なんか、面白いやつあるかな。これは、横伸びの講座で。この人、面白いこといっぱいやってそうだな。何これ。宮崎駿を油絵にしたのかな。そっか、もう宮崎駿の写真さえあれば宮崎駿の油絵描けちゃうんだ。 すげえな。何なんだろうね。大学が必要ないっていう話をしてるんだけど、バカかな？すげえ、被写体を選択っていうのがあるんだ。ベタ塗り。うわ、すげえすげえすげえ。おお。おお。なんかおじいちゃんかな。
ああ、でもそうっすよね。学校の強み、人脈作りっすよね。間違いないっすね。確かに。あ、すげえな。名言だな。確かに人脈は学校じゃないと作れないもんな。技術を教わる場所じゃないんだ。あと、ググり方をこの前教わって、例えばなんだけど、なんか気に入った絵があったんですよ。なんだっけな、画家で、ちょっと待ってね。もう、そう、フォトショップは、もう、ワンクリック。そのパトロンに殺された画家がいて、パトロン殺されるってやって、この、ベクシンスキーっていう人にちょっと興味があったのね。で、ベクシンスキーで検索するじゃん。ベクシンスキー。で、これ最近教わったんだけど、この人の絵が面白いのね。ただ、情報が少ないのよ。英語で検索すると跳ね上がるの。だから、日本人が、なんていうのかな。だからもう、最近ね、英語で検索しようっていうのを癖づけようとしてるね。もうね、やっぱね、違うんだよね、日本人と。そうすると、もうすげえふんだんに絵が出てくるっていう。だから日本人の写真とかで、かっこいいの探そうと思って、例えば、写真、アートとかで検索してんの。アート。でも全然出てこないんだけど、これを、フォトグラフ、アートとかに変えるだけで、ちょっと待ってね。フォトグラフ、アートで検索するだけで、たった英語なのにこんだけ情報が変わったりして面白いんだよね。すげえかっこいい写真とか出てくるし。だから、日本語じゃなくてね、英語で検索しようかなとか思って。バカありがとう。佐野ふかし。日本語じゃないですか。 両方とも日本語じゃないですか。佐野ふかしは何が出てくるんだ。でもちょっと最近の俺のこの空間の絵作り、黒巻っぽいよね。わかる？なんか合成っぽくない？ちょっと。あ、うちフォロワー限定放送です。なんかちょっと浮いてる感じしない？ここ。6か。ジュエルバイク。今ね、やりたいフォトグラファーのね、作風というかね、これちょっとトライしてみたいなっていうのが出てきたんだよね。簡単に言ったら合成なんだけど、CS じゃなくて CC。なんていうのかな。最近やりたいのが出てきたんだよな。それでね、たどり着いたのが今の技法で、今のツイッターの人だったんだけど、日本人でこんなに教えてくれる人いるんだと思って。そうか、クリエイティブクラウドだもんね。だからあれができんの。要はビッグデータ、アドビが持ってるビッグデータがあるじゃん。それでもう、自動的に、おそらくこの人はこういうことやるだろうって、コンピューターが自動的に認識してやるんだもんね。
だから皮を除いたら他の人が同じ写真を使ってたらこうなるとかを全部計算してくれるんでしょ。すごいよね。だもう技術が必要なくなってるんで、しかもその自分が作った技術がビッグデータとしてサーバーに蓄積されるんでしょ。だから次のデータがより良くなるみたいな話でしょ。わけわかんないよな。要は技術ですらもビッグデータにストックされるんだよ。でもそれって技術パクられてるってことなんだけどね。いやだから失業するっていう話よ。うん、いやいやいや、マスクキルがもう終わったんですよ。もう終わってます。びっくりしますよ。あのマスクの追い込み僕ずっとやってたじゃないですか。あれもう勝ちで終わりです。しかも人物を選択っていうボタンですよ、勝ち。うん、公開する人たちにとっては造作もないことだけど、それで飯食ってる人間からが何人いるのかよ、日本に。それで飯食ってる人間が何人いるのかだよね。例えばちょっと放送でこの前やったんだけど、面白いことやってあげようか。あーダメか、この画角だとダメだ。この画角でできるかな。ちょっと待ってね。どうやってやろうかな。ちょっと待ってね。これを切り取るには、ちょっと待ってね。切り取りツールで、ちょっと待ってね、今面白いことやるわ。あ、ダメだ、これでやんないダメなんだ。これで新規作成、あ、ダメだダメ、今じゃダメ。え、今画像止まってる？ちょっと待ってね、これ俺が消えることが難しいな。どうすっか。あ、めんどくせえな。ちょっと待って、どうしよう。こっち、ちょっと待って、これをここで、これでいけるか、これで、うわー、やりづらい。ちょっと待ってね、新規作成で、これでいいと。ちょっと待ってね、よいしょ、ちょい待ってね。で描画モードじゃなくて、どうすればいいんだ。新規作成モード、終了域切り取り、あれあれ間違えた、あれあれ、うわ何これ、え、何これ何これ、わわわ、なんだこれ、うぜえな。これを、あ、いいか、名前をつけて保存、編集ツール消しゴムオプションヘルプ、まあいいや、名前をつけて保存しちゃって、デスクトップに置く、で置いたら、今度はちょっと待ってね、置いたでしょ。でその後どうすればいいんだ。映像キャプチャーデバイスじゃない、画像だ、画像、画像を選択、画像2の編集で、デスクトップダウンロード、デスクトップ、キャプチャーを開く、でこれを、これをちょっと待ってね、今ちょっとポチポチ作業させて、ここら辺かな、これくらいで合ってるかな、
そうすると普段みんなが見慣れてる画像の誰もいない空間になるじゃん。ここまで OK。 これ俺のいない部屋だって認識するでしょみんな。 OK OK、 ここまで OK。 ちょっとこれが甘いな。まあいいや、ここまで作って、で今度はこれを OK でカメラの下に入れるでしょ。でバックどこだ、あれグリーンバックどこやったっけ、グリーンバックどこだ、あれグリーンバックがない、あ、ごめんなさい、うちフォロワー限定、あのフォロワー限定放送ですね。で、クロマキフィルターの黒巻き OK。 これくらいかな。これができちゃう。これ精度の問題だけど分かる？これ精度悪いな。透明人間演出がその追い込むとできるんだよ、生放送で。どうすればいいんだ。カメラをフィルターを、カメラフィルター黒巻き、カメラ傘これでどうなんだろう。これじゃあ無理だな。OBS の黒巻きの設定だよ。何言ってんの。ダメだ。俺の髪の毛が緑だから。でも技術的にはこういうことじゃん。これ面白いよね。これの精度を高めた高画質でバッてやる演出。できるもんね。だからこれがあれだよね、あの電波少年だよね。電波少年、ダメだな。ライティングであんまりよろしくないな。でもその背景を同時に重ねるの面白いんだよ。ダメだ、絵が飛んじゃうな。電波少年、うん、光だなこれ多分。スス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 、おでこが透けんのが多分俺の髪の毛がブルーだから、それダメになっちゃうんだよね。なんだろう、カメラフィルター
クロマキーの本来の使い方じゃないクロマキー。だけど多分これがいらなくなるって話でしょ、さっきの。要はもうこの空間で動きも切り取れちゃうんだろうね、多分ね。リアルタイムだと無理だと思うけど、まだ多分動画だったらいけちゃうんだよ。もう恐ろしいよ。すげえな。今日何食べよっかな。なんかでもいいねこの写真ね。この写真なんかいいな。孫さんってなんでこんな可愛いんだろう。か可愛いよね、孫正義ってね。いいな孫さん。孫さんのビジュアルイメージいいよね、なんか。うん、いやなんかそのなんかすごいいいね、うん、すごいいいよ。これもいいね。演技派だな。なんだろう、なかなかこの顔できないよね。じわじわくるな。ずっと見てられる。ずっと見てられるな。面白いな。定時制の生徒っぽい。なんかいいな。いいね。なんかね。いいな。いい絵だな。
いや、映画出演したいよ。っていうか残念とかさ、映画出演してほしかったとか言うけど、だったらアイテム投げろよ。アイテム投げてから言ってくんない？うん、俺が一番出たかったっつうの。アイテム投げられなかったら出演なんかできるわけないんだから、投げてから言えよ。ハートありがとう。映画出たかったな、イベント。毎回予選落ちたかんな。ダメだ、頭回んねえ。ダメだ、鬱だ。ダメだ、頭回んねえ。全てにイライラする。全部ムカつく。
久々 YouTube ライブやろうかな。ちょっと YouTube ライブ行ってくるわ久々。お疲れ。